係数放電関連陰極放電管の一種であり、パルス波を係数するための表示管である。特に、パルスが10個入ると全電極との放電外回、終わるものを特に、デカトロンと呼ぶ。一般的にガラスでできた容器内部に電極があり、容器内部は、ネオンかアルゴンと反応速度を上げるための少量の水素、またはヘリウムガスが封入されている。円板状の陽極の周りに、 棒状の電極が4本一組で円盤の周りに並んでいる。そのうち3本は転移電極であり、パルス波が入ると主電極1転移電極1転移電極2転移電極3主電極2と右方向に放電が移動するようになっている。ここで放電が1方向に必ず移動するのは電極の間が主電極1と転移電極1。 定位電極1と定位電極2、定位電極2と定位電極3、定位電極3と主電極2の順に広くなっているからである。電極が3本一組で円盤状の陽極の周りに並んでおり、そのうち2本が案内電極でパルス波を主電極、案内電極 A、案内電極 B に、それぞれコンデンサ等で移送させ、放電させる順番を変えることによって、 放電の回転方向を決めることができるようになっている。ロジック IC 等によってほぼ同じ動作をさせることができるため、現在はほとんど使われていない。ありがとうございます。